いたします。ございます。先ほどから赤嶺政権先生、それから参議院二人、玉木デニー衆議院議員駆けつけてもらってます。玉木デニー衆議院議員も来てます。じゃあご挨拶と思います。玉木デニー衆議院議員、まずご挨拶をよろしくお願いいたします。すいません、おはようございます。みんなが分かるようにユニセル D の帽子をかぶってまいりました、玉木デニーです。おはようございます。本当に連日、うちの先生、うちの山本代表、本当に連日泊まり込んでいただき、そして今日は武蔵野からも、懐かしいですね、僕も武蔵野に住んでいた頃がありますが、武蔵野からも来ていただきました。全国の皆さん本当にありがとうございます。今日もこのような、雨の中ではありますけど、道々通ってくる中、機動隊が、検問を敷き始め、そして、この、止まっている車両をなぜかパトカーが一台一台チェックをするように、なんだか本当に誰を守ろうとしているのか、誰を助けようとしているのか、全くひっくり返ったような状況の中、このように多くの皆さんの、心ある気持ちが寄せられているということ、本当に感謝いたします。ありがとうございます。7月22日の暴挙があったその日は、私の、孫の予定日でした。1日ずれて23日に誕生しました。ありがとうございます。おじいちゃんになりました。4人子供がいるんですが、一番下の来年成人式を迎える女の子に赤ちゃんが授かりました。23日から、おじいちゃんとして若い2人の手助けをしながら、85になる母は、施設でお世話になってますので、母のもとにも通いながら、また、日々の自分の雑務にも惑わされ、戸惑いながら、このようにまた多くの皆さんが、日々高江にヘロポリと心を寄せていただいていることに本当に心から、感謝をします。先ほど広地さんからも話がありました通り、来れない方もいます。 Facebook や Twitter やあるいはSNS で、見ながら、心を一つにしていただいている方々が本当に全国に大勢います。沖縄県内にもいっぱいいます。沖縄県内に住んでいるけれども、なかなか高江に行けない、辺野古に通えない、でも気持ちを皆さんとつなげたい、そういう方々が、例えば私が買い物をしているスーパーで声をかけてくださったり、玉城家の家訓は自分でできることは自分でしろという家訓がありますので、例えば私が自分の、カリウシウェアとかズボンをクリーニングに、取りに行ったり持って行ったりする途中で、クリーニング店でお兄さん気持ちもさっぱりしながら頑張ってねと声をかけてくださる方います。本当にいろんな皆さんがちゃんと見てくれている、聞いてくれている、そのことに尽きると思います。だからこそ私たちは一点の曇りもなく、皆さんと一緒に力を合わせて、未来のために今できること、今思うこと、今話せること、今聞けることをしっかり行っていきたいと思います。今日もまた一日よろしくお願いします。ありがとうございました。そうか、私よりは実際近くも違うんですか。どうなるかあれですか。若いデニーさん。